はいそれではねえっ、ー、と16時になりましたということで一般常識的中大作戦始めていきたいと思います、えー、担当はレックス専任講師の沢井清春と申しますどうぞよろしくお願いします画像をご覧の全国の、えー、学校の皆さんとあとはズームで入っている皆さんがいっぱいいますので、えー、皆さんもよろしくお願いいたします、まあ、今日の予定一応1時間ということでございまして まあ一般常識、何が出るか分かりませんねという感じなんですけれども、レックの教材えしねの,まああのちょっとえプロモーションも兼ねてということなので、若干、そういったことも話させていただきます。まずですね、皆さん、パンフレット言ってるかと思うんですけれども、一応、直前対策道場というのがまあ,ありまして、ですねはいまあ直前対策道場。 はいまあ、ちょっと、ね、ここを移します、はいまあ、パンフレットがありましてでまずまあ10時間で仕上げる一般常識圧迫講座というものがあります。はい、これがまあゴールデンウィークにやります。でこれってまあ一体どういうものかという話を、ねまあ、冒頭させていただきますと、はいまあ、これが去年のまあテキストのまあ教材なんですけれども。 まあ例えば、ここにばっとこうね出ているんですけれども、これは去年のまあものなんですけれども、見,見えてるかな、見てます、はい、え例えば、ちょっと上に書いてあるまあ人口推計、労働関係のねえ労働力調査、就労条件総合調査とか、ばーっとこう出てますよね、最後、厚生労働白書までと、あ,あるとあらゆるですね出そうなところの統計がま,あまとめてありまして、 で、まあ、ちょっとここを見ていただきますとですね、まあ、半分半分になっていましてですね、まあ、半分に重要な部分が抜粋されていて、まあ、右半分にコピペで穴開き問題みたいな形になっていると、まあ、こういった教材になってます、はい、なので、まあ、一般常識があまり好きじゃない方とか統計がです、ね、嫌だっていう方は強制的にやるような、まあ、イメージですよね。はい、ということで、まあ、これがゴールデンウィークにありますので、まあ、よかったらどうぞというのがまず一つですね。 はいそれからさらにですね、えー、っともう1個、えー、っとこれ見ていただきますですねはいまあこういうのもありますよということで、えー、直前マックス800本というのがありましてこれはですねあの、まあ、7月開催と、まあ、一応8月開催に分かれております。はいで、まあ、教材見本は皆さんのレジュメにもまあちょっとつけてあるんですけれども。 これは単純にですね左側これがね例えばあの回答解説なんですけども左側に問題があって右側にレジュメと答えが書いてあるといったようなものですでこれは完全予想問題になりますのでこれを何とかやっていただいてという感じですねで、まあ、時間の中で、えーとまあ、約1時間弱のところで問題を解いていただいて で問題にあのフォーカスしてくださいっていう感じなんですねだから問題にまあ集中してフォーカスすると今その気持ちがその部分にいっているとで頭の中がその部分に今行っている時にまあ見ると大事なところですねこれを繰り返すような形になります、はいまあ、これがまあ直前ということになりますのでねじゃあ早速なんですけどね今日の中身に入っていきたいと思います はい、まず皆さん、ね、あのレジュメがまあ出ているかなと思うんですけれども、まあ、見ていただきつつ、まあ、最初の部分はちょっと抜かしてもらって、はい、6ページからですね、六ページから見ていただきますと、良いかなと思います。そして6ページから見ていただきますと、そうしますとです、ね、まあ、ちょっと日本の人口ざっくりというところ。 見えてますでしょうかね。はい。まあざっくりシリーズで今回作ってみました。はい。じゃあまあこれがネコレジなのでネコレジシリーズで見ていきましょうね。はい。まずまあ日本の人口約一億二千五百万人として考えてくださいねということです。せっかくだから若干覚えてね。<laughs> ということでそしてはいまずここですね。15歳未満 1500万人15だから1500なんて覚えやすいんだろうかねえここまで覚えただけでもみんなすごいよねもうねはいで次いきますよ、はい、引き算してください15歳以上がはい1億1,000万人ということだよねはい まずこの統計の、まあ、いろんな統計を見るときに最初にこれ覚えてもらいます最初にこれを覚えてもらいますはい次に、はい、65歳以上の人口が3600万人ですさあ覚えられますかはいでまずここを一緒に覚えましょうね65歳以上の人いつも私言うんだけども代表者を出してください 北島三郎さんです「紅白」で長年取りをやりすぎてもう「紅白」に出ませんそのくらい高齢者の代表者なんですよ説得力ないかもしれないけどはいで「三郎」だから3600ここまで覚えたということはよ1億2500万人の中で15歳未満ときたら15なんだから1と5を取って1500。 1500万人、はい、そして残りが1億1,000万人の中で65歳以上の方が北島三郎さんを思い出して3600万人はいそうすると15歳以上65歳未満の方引き算をすると7400万人、はい、特徴です。15歳未満のの人口の割合は 世界で最も低い。そして65歳以上の人口の割合は世界で最も高い水準だと。現状まあ高齢者率が約3割弱です。29. 何パーセントはいもうすぐ30パーセントとなりますね。はい65歳以上の方の占める割合がまあ約3割弱とまあ3割で覚えておいてもいいかと思います。 今回これ覚えてくださいねせっかくなのでねはいということで次行きましょう今度は労働力人口の構成ざっくりはい15歳以上の人口が、はい、労働力人口と非労働力人口に分かれましたさて労働力人口って15歳以上人口の中で どんな意思を持っている人でしょうか、考えてみてください。はい、どんな意思を持っている人でしょうか。労働力人口ってくらいなんだから、働く意思のある人です。働く意思のある人です。はい、そうしますと、労働力人口は。就業者、さて就業者って、どういう方でしょうか。はい、今とりあえず何かの職についている人。就業者です。 さてじゃあ働く意思があるんだけれども現在その意に反して職につけない人なんて言いますか完全何々何完全失業者かなちょっと見てみようか完全失業者その通り完全失業者はいまずここまで覚えちゃいましょうね。歳以上の人口は 労働力人口と非労働力力人人口口に分かれますで労働力人口働く意思のある人なので現在その中で何か職に就いてる方が就業それに対して、はい、今、ね、スタンバってる人何かこうね給食の申し込みとかしている人が完全失業者ということになります。 さてじゃあ完全失業率っていうのがあるんだけどもこの完全失業率って何に対する何の割合かこの段階でわかると思うんですよはい率なのではいそうするとねこれ覚えましょうね 労働力人口に対する、はいね、この占める完全失業者の割合つまり働く意思のある人の中で今失業中にある人の割合、はい、でこれに関しては今のところまあ大体約2%台で推移してますよね3%は言ってないですよね。はい、2台でここのところ推移している 印象を持ってください2%台で推移しているという印象を持ってくださいでは就業者は何と何に分かれるかさて想像できますかね就業者は一つは雇われている人を何と言いますか雇雇用者、はい、雇用者者ですそれからそれ以外の統計でよく出てくるんだけどもここは 意外と減ってる印象だと思うんですけれどもどうでしょうか。自衛家族ですね。自営家族ですね。はいということで、まあ、これも覚えていただければなというところになるわけですね。もう一回確認しましょうね。